白い恋人パークで買ってきたマグネット、可愛いでしょ。2人の写真が載ってるんだよ。白い恋人パークってそんなにすごいってね、最初思わないで行ったんだけど。これから白い恋人パークに向かいます。いいね、この歩く歩道の壁面もただ壁にしてないで、アートな感じがいいじゃない。まあ入ったらもう観光客の方もいっぱいいるんだけど、綺麗なの、お花がいっぱいで、あ、猫がね窓の外に行った。うん、影猫が。最初建物の中に入ってチョコレートの成り立ちみたいなことが映像とお姉さんの解説で、あ、そうなんだ、そんな昔にチョコレートって、あ、そうやって発見されたんだ、なるほどなるほど、なんて思って。もっと簡単に言ったら、みんなのチョコレートが違うのを楽しめる。サイズが偉大なる夢の始まり、バーガーテンサー、そこからもうすごいコレクション、あのカップとかティーポットとか、とにかくデコラティブな昔作られたすごい貴重なね食器類が展示されてて、そこをずっとゆっくり見ながら、チョコレート工場が上から覗けるようになってて、ベルトコンベアみたいなのとかレーンでこうチョコレートができるまでをね見せてくれるの、そこを見て、レストランでね美味しかったしね、景色見ながら最高だったね。窓際の席に連れ出してもらって、お向かいにある時計台、からくり時計、あのからくり人形が12時になった
カラン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 いろんな人たちが出てきてすごい賑やかに動きを見せてくれるんだけど、これを作ってくれるところは自分の撮った写真をここに、ね、焼き付けてくれるっていうのがあって、これランチしながらねお店の方に撮ってもらった写真なんだけど、それをお願いして売店の方に行っていろんなの買ったり、白い恋人のお菓子もたくさん買ってみんなにもう配ってないんだけど、このこれもマグネとかでしょ、いろいろね見て回って、そこから外へ出てお庭庭園を見て回るんだけど、屋根のところからシャボンがねわわ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 わって空中に舞い散って、それを一生懸命写真に撮ったり、もうちょっと後だとねバラがすごいいっぱい、バラのアーチみたいなのもあって、バラが咲いたらまたね見事だったろうと思うんだけど、でもお花がいっぱい植えてあって園内を散歩できるようになってて、自分が狩り場になって上から見るみたいなちっちゃなお家が何個か建てたりして、で小道がいっぱいできてて、外を歩いたり、とにかく気持ちのいい空間でね、温室みたいなところで2人してしばらく入って座って休憩して、気持ちがいいねって、こここんなにね素敵なところだと思わなかったねなんて言って話をしたんだけど、楽しかった、思ったより長い時間あそこで遊んで、で一旦ね荷物が重いからお部屋に帰って、ホテルの方に聞いてこの辺で美味しいラーメンはどこですかって聞いたら、ホテルから歩いて行けるところだったの、店構えの素敵なね美味しかった。札幌に来てねラーメンを食べずには帰れないなって言って食べたんだけど、最終日かな、あれ地下鉄に乗って大通公園のところまで行って、歩いて道の向こう見たら、ん？うちらの泊まってるホテルがそばなんじゃないこれって、全部ね歩いて行ける距離にあった。でもね電車に乗るのも楽しかったからいいんだけどね、時計台も事前にね小さいよなんて聞いてきたんだけど、とても趣のある、次から次へ観光客さんが訪れてたよ。やっぱりね札幌の時計台って言ったら有名だからね。
北海道大学コンビニで買ってきた北海道大学の中の最後の日は北海道大学に行って校内の散歩をしたんだけど広い非常に巨大キャンパス散歩ってガイドにも書いてあるんだけど何々学部何々学部とかねいっぱいあの趣のある建物が建っててでも学校休みの日だったのかな売店が開いてなかったからね総合博物館っていう前は通ったけどすごいすごい素敵な建物だったよとてもとても広くてねよく歩いたこの日ポプラ並木にね行くまでにまあ相当歩くんだよこれ散歩だからねいいんだけどはじめまして。マプラが横に。だって空まで映さないとポプラの先が映らないの。ツツジ。ツツジだ。すごい。なんていい赤なんでしょう。これはポプラの横。風向きの木の中に、やっぱ緑の深いところがあって、あの白い花、そういう最高だった。これ色づいた秋来たらすごい綺麗だろうなって思う。もう大きな木がいっぱいあってね、静かで。見応えがあったよ。ここをね、もう散々歩いてから、ミキが大好きな。FT アイランドの本家が北大前のスープカレーの店で食べてるからそこを探すのにねかけちゃんのスマホのガイドで変なとこ通るんだわあの校内で校内 の, あの建物と建物の間の隙間えそんなとこ教えてくれるのっていうようなところをね本当かなっていうようなところを通って外へ出てったらあったのよああのベンチだって本人が行ったカレー屋さんがあって開けたら本人のサインがあったからおここだ混んでたからね本人が座ったところに座らせてくださいなんてできないから順番待ってお昼を食べてスープカレーすっごい美味しかったのでももう時間がね空港に行くちょっと前
だから随分歩いたからね。そこから帰るのにもうめちゃくちゃ照れてたからタクシー拾おうかな。札幌市内タクシーガンガン来てたのに、そこタクシー本当に来なくてね、しばらく歩いたらようやく一台来て、それに乗ってホテルに帰って荷物を。粉を売ってますよって感じ。スギさんこうね、ボードリープがみたい。ご搭乗ありがとうございます。Welcome on board。安全について説明しますので、必ずご覧ください。Please watch this safety video。緊急時は乗務員の指示に従ってください。In case of emergency。どうぞごゆっくりお過ごしください。今回。楽しかったね。帰っちゃうね。あと1日ぐらいいたい？でも耐えれたい。明日も楽しい予定があるから。かけちゃんは明日もね、なんだかかんだか楽しい予定があるんですよ。うん、私はね、仕事するの。Again